はい、どうも、コミです。さて、では本日こちら関西クラクラクラブのですね、ホームからお届けしていきたいというふうに思うんですけども、本日の話はですね、前にもちょっと挙げたというか、まあ皆さんよくもう見てらっしゃるかもしれない。ライトニング5発の呪文の使い方ですね。今日合計3本動画、紹介させていただきたいなというふうに思うんですけども、1本は、陸編成に混ぜたパターンですね。で、2本目っていうのは、残念ながらちょっとね、失敗してしまったパターンっていうのもちょっと見ていきたいと思います。で、最後3つ目は、サムネイルにもね、まあ、取り上げてますけども、なんか、何が起こったのっていうようなね、ライトニングのすごい新しいような使い方というか、発想ですよね。まあ、そこがちょっとね、刺さる、光るものがあったので、その後、合計3本の動画、ご覧いただきたいというふうに思っております。でですね、まずは関西クラクラクラブの方から行きましょうかね。通常クラン対戦こちらでございます。で、ですね、このアタックっていうのはライトニング5発からの、ギガホグになるんですね。これかな。はい、俊也さんのアタック見ていきたいと思います。最近俊也さんめちゃくちゃ調子がいいですね。いろんなリーグだったり、ね、大会とかでも結構バシバシ取ってくれるんで、もう頼りがいのありまくりまくりマンなんですけども。ライトニング3発、5発を使ってこんな感じですね。本当は多分これもう少しね、ワンチャンこの、投下弊社と、宝石機と、3本目のクロスボウ狙おうと思ってたっぽいんですけど、残念ながらそこまで伸びませんでしたね。クロス2機を壊して、この食い火をスタートしていきます。で、一旦これちょっと止めさせてほしいなと思うんですけども、まあ、今回の編成って食い火ディガホグなんですね。クイーンを、この、8地側から出していて、この隙間に入れていきます。アンホールと、宝石機、この辺を狙っていくわけですね、クロスボウも。で、そしたらですね、ディガートホグライダーっていうのを、こっちの方面ですね、まあ、十字方面からこんな風にダーッと出していきます。こんな感じですね。で、キングは、ここの、部分のカットに使うっていうような感じですね。こんな風なプランニングに、なっていっているんですけども。さあ、まずですね、ライトニング5発を使うときに非常に重要なポイント、0時の呪文はあんまりいっぱい詰めないんですね。まあ、詰めて2発。フリーズを一応こう予備で持っていこうとか思っちゃうと、もう、0時1発とかになっちゃうんですね、この編成する場合。で、ライトニングからの食い火ディガホグって結構皆さん使えている方も多いし、使いたくなる戦術だと思うんですよ。なんですけども、呪文が少ないんで、今まで通りの食い火ディガホグみたいな感じで、ジャブジャブね、クイーンに呪文使っていけないんですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、これですね、ライトニングの呪文を打った場所の、近くからクイーンを出すっていう、これがね、めちゃくちゃ重要になります。今回の俊也さんのアタックでいうと、今もうね、やりながらちょっと話しちゃいますけども、ここのクロスボウを壊しましたよね。そうしたことによって、ここ、今歩いてきたここ、この部分の領域を歩いた場合のクイーンの被ダメージが下がるわけですね。それは多分もう説明をせずも当然わかると思うんですよ。当然ね、ここの部分のクロスボウが起こっていれば、ダメージは下がりますよね。まあ、だから、食い火パートに、まあ、特に呪文とかを使わなくても、タウンホールまでこう届いていくわけですね。まあ、最終的にはちょっとシングルインフェルノにかけられてやられちゃいましたけども、まあ、それでも防衛援軍、タウンホール、あと投石機1本、食い火パートで折っていけたんで、レイジーと、ポイズン使ってですね、まあ、アドバンテージとしては結構美味しいし、ヒーラーもスイッチしてるから、まあ、全然あり。だよなって感じのプランだと思うんですけども、これがポイントなんですね。今の俊也さんのアタックみたいにここにライトニング5発を使うじゃないですか。で、その近くから食い火を出すことによって削った施設の分のダメージを下げられるんで、食い火が呪文なしで前進するんですね。前進できるわけですよね。で、こういうライトニングとオートアーチャークイーンの食い火パートのシナジーっていうのを、出せるような、攻め方をしてあげないと、この攻めってほぼほぼ多分成立しないんですね。もしもこっちから食い火を出そうとか、こっちから食い火出そうとか、まあ、そんな風なね、ところから出しちゃった場合って、当然村を作るときに、どこから食い火をこうされてもね、そのクイーンを倒せるような火力っていうのを当然準備するわけじゃないですか。で、それを突破していくために霊視とかがどうしても必要になっちゃうんですけども、ジャブジャブ使えないのに、そんな高火力の中にクイーン突っ込ましたら、それはもうすぐにやられちゃいますよね。なので、ライトニングを使ったところの外周、まあ、こういうところですね。こういうところ以外から、
ウィーン比を出すっていうのは基本的には難しい結果になることが多いと思いますし、実際自分がやってもそうですし、他の方の攻めを見ててもそう思います。なのでラティン語ハスすごいね、いい使える場面っていうのはあると思うんですよ。今みたいに美味しい施設をまとめて壊せるような場所があった場合使いたくなるじゃないですか。で使った後のこともやっぱ考えておくべきだと思うんですね。使った後その壊した施設をうまいこと利用して、壊した施設を利用するのかな、その壊して避けた、ダメージっていうのをうまいこと利用して食い火をなぞらす、食い火を歩かしていく、そういうプランが描けない場所には、ライトニングを打っても思うようなそのアドバンテージ、美味しい結果が得られないというところをですね、ぜひちょっと気をつけてほしいなと思います。で、もうその辺をちょっとね、分かってもらいやすい動画が1本、TH コンプリートさん側にあるので、それを見てもらいたいと思います。ではそっち行ってみましょう。はい、こちらですね、すいません、ヒロトさん、ちょっとね、悔しいアタックを使わさせてもらって、ちょっと申し訳ないんですけども、今回ヒロトさんですね、ライトニングクエイクで、この投石機と、ここの、クロスボウを折っていきます。で、食い火をこのババキンがいるところから、作動するんですね。どんな結果なのかちょっと見てほしいなと思うんですけども、こんな形で、これ投石機とクロスボウは美味しいですよね。まとめてこう折れて、しかもアーチャークイーンにもでダメージが入るんで、もうアーチャークイーンも虫の息状態ですよね。これは美味しいなという感じ。で、援軍を釣ってですね、ダメージの火力が少ない、この、9時方面、あ、6時方面かな。ここで、処理をしていこうという感じでやっていきます。アーチャークイーンを出して、スニークゴブリンを使って、こっち側ですね、それないように、タウンホールに向かっていくように、しっかりとアーチャークイーンの誘導ルートを作っていきます。で、ここで、ラバハウンドに当たるんですけども、ポイズン持っていけないんですよね。呪文の枠数圧迫しちゃうんで。で、これ、ウィザード、パーティーウィザードとか出してるんですけども、アーチャークイーンが、アイゴレに捕まっちゃっていて、でアイゴレの、フリーズ効果が、効いてるうちに、フロークまで使わされちゃうんですね。これ、レイジオンでは多分ね、本当は、使わなきゃいけないポイントだったんですけども、ちょっと多分ね、そのレイジオンをここで使っちゃうと、この先がもう持たないっていうのは多分分かってたと思うんですね。これ、ちなみに初見だったかな、だと思うので、相手の援軍が分かんねえなかったから、まあ、こういうことが起こっちゃったんですけどね。こんな形で、相手のキングに対してはしっかりとストライカーを当てていって、食い火、呪文がちょっとね、レイジが残ってましたけども、これを使って処理と。で、このまま、タウンホールを目指して歩いていくわけなんですけども、この辺って結構高火力ですよね。ホグレタを1体出していって、この大砲を壊そうと、ね、まあ、早押しを早めてますね。で、そろそろレイジが必要だよというタイミングになるんですけども、今レイジ使っちゃうと、この高火力を乗り切っていけないんですよ。なんで、ここはなんとか耐えてくれ、耐えてくれと言ってるうちに、ここで落ちちゃうっていう感じですね。こうなっちゃうんですね。今回、ヒロトさんが壊した、この投石機と、クロスボウで、ここですよね、ど真ん中のところ、この部分で、その部分に近いところから空気を始めれば、本来この、投石機と、クロスボウがクイーンに与えるはずだったダメージっていうのを、まあ、ゼロにできるわけなんで、当然クイーンパート呪文を使わなくてもやりやすくなるんですけども、違うとこからこう始めて入っていったから、もともと6時方面から入ってくるクイーンに与えるはずだったダメージっていうのが、そのまんまクイーンってアンっていっちゃうんですね。で、いっちゃうと、やっぱ呪文のサポートが必要なんですけども、後半のために呪文を取っておこうと思うと、どうしても我慢をせざるを得ない。ってなって、結果的にこうね、序盤で食い火をロストしちゃうという結果になったというところですね。まあ、なので、前の動画でもちょっとね、お話したかもしれないですけども、基本そのライトニングクエイクを使う場合って、クイーンがね、ギリギリ届かないけども、攻撃が届かないけども、相手の防衛の攻撃は届く場所。例えばこういうマルチインフェルノとかそうですよね。これ、クイーンが壁の外側からはこうアプローチできないんですけども、壁の外側までこう攻撃範囲が及んでいる。で、こういうところにあるような、まあ、インフェルノとか、まあ、クロスボウとか、投石とかがあった場合、それを、まあ、仮にですよ、ここをこうね、壊して、クイーンが届かないとこからダメージを受けちゃうという要素をなくすわけですね。まあ、こういうところもそうかな、こういうところも。こういうところか。はい。壊しちゃって。で、したらとアーチャークイーンをここからこう歩かせていけば、今この矢印で書いたところぐらいまでっていうのは、別にアーチャークイーンが壁の中からダメージ受けない状態になっているので、これ仮にライトニングで壊せばですよ、こういうところね。仮ですよ、仮。壊したとしたらね。ダメージ受けないんで、呪文なしで、この矢印の部分でいきますよね。で、そういう風な、形で、プランニングを組んでいくと、節約できたレイジの代わりにライトニングを使ったっていう考え方ができるので、まあ、呪文の枠数的には、まあ、そんなに大きなロストはしていない。というところで、バランスが取れた攻めになっていくっていうところなんじゃないかなと思います。
まあでも、やっぱね、中心部とかに美味しい施設が固まってると、どうしてもそこにね、ラッティングしたくなるっていう気持ちはあるんですけどね、自分もよくやるんですけども、まあ、それがですね、できた上で、クイヒーパートが全然違うところから始めて、しっかりアドバンテージが取れたとしたら、もうそれでもう勝負ありになるんで、まあ、ある意味そこでね、序盤に勝負をかけるっていう考え方もできるし、まあ、多分ヒロトさんはそういう、形で、もう覚悟を決めて多分そこにね、攻めていったと思うんですけども、まあ、確実な方法を取るということであれば、ね、今さっき言ったように、壁の中のクイーンが届かないところでも相手の攻撃が届いちゃう。そこのところにしっかりライトニングを落として、で、ダメージを下げてからクイーンを呪文なしで歩かしていく。そういうパターンがね、いいんじゃないかと思います。さあ、ではね、サムネイムを挙げたラストのアタック見ていきましょう。これですね。クイヒーラバルなんですけども、このクランジュのね、落とし方。これね、ぜひ見てください。すげえね、面白いですよ。こんな方法が、あるんですねっていう感じですね、本当にもう。ロイヤルチャンピオンを使って、相手のこの投石機と、あとは対空砲を折りに行ってますね。はい、これで、ロイヤルチャンピオン、ここからスキルを使って、でも残念ながら投石まではちょっと折れなかったですね。うん、ただまあ、1区画を破壊はできたっていう感じでしょうね。で、これ、ライトニングの呪文と、クエイクの呪文を使って、このインフェルノを折っていきました。ここですね。ちょっと今、話をしてたら、こっちを避けてたから、ここですね。インフェルノを折ってきましたね。そうすることによって、で、バルーンで、このアチャトを折ったことによって、なんとなんと、このタウンホールに、を守る防衛がなくなっちゃったんですね。こういう風に。全然ない状態になっちゃったんですよ。はい。で、こうなっちゃったら、ベビードラゴンだけでタウンホールが取れちゃうんですね。これすごいアイデアですよね。要するにタウンホールじゃない、あ、間違えた。クランジョ取れちゃうんですね。で、このクランジョの周りの、クランジョを守ってる防衛っていうのを、ライトニングで排除しちゃえば、ライトニングだったら当然援軍出てこないじゃないですか。ね。出てこないじゃないですか。出てこないから、その、特性を利用して、クランジョを丸裸にして、ベビードラゴンで折っちゃうっていう、この発想。これね、ちょっと使えるなと思いました。クランジョがね、こういう風に外周に出てる配置って、まあ、まだまだ、たまに見かけはするんですけども、一歩間違えると、まあ、事故につながっちゃうんですよね。でも、今回みたいなパターンでやれば、中に入っている援軍が、まあ、これ、多分ね、ラーバハウンドとアイスゴーレムか、そんな感じだったのかな。空に反応しない援軍であることが、まあ、当然ながら前提にはなってくるんですけども、中に入っている援軍がそういう空に反応しない奴らだった場合には、ライドラでこうやって、あとベビドラでこうやって折っちゃえば、その後別に、まあ、ラバルにつなげるもよし、クイヒにつなげるもよし、まあ、他の攻め方でもね、何でも陸編成をすごくやりやすくなりますよね。まあ、こんな形で、クランジョを折るために、クランジョを壊すために、ライティング7発ではなくて5発を利用する。5発プラス空ユニットを利用する。まあ、使えるね、場合っていうのは結構限定されちゃうというふうには思うんですけども、その限定される場面に出くわした際には、ぜひね、試してもらえると、めちゃくちゃこれアドバンテージが取れる方法になると思うので、面白いですよね。ちょっと一回やってみてもらえたらと思います。僕もちょっとやってみたいですね。なんかそんなうまい配置見つかんないかなってちょっと思っちゃいました。いやー、すごいですね。はい、まあまあ、もう一回見ませんけど、ちょっとなんていうのかな、考え方の復習だけというか、このクランジョ、これを守っている配置って、陸のクロスボウだからこれ関係ない。まあ、ベビドラで壊す前提ですね。陸のユニットを使っちゃったら、意味がないというか、援軍つっちゃうんで、あくまで空ユニット。空ユニットを使って、クランジョが外側にこうあってね、比較的外側のアプローチしやすいところにあって、中に、陸に反応しない援軍が入っている場合、この2つの場合が揃った場合のみ、これが多分使えると思うんですけども、クランジョを守る、こういう施設ですね。この3つ。アチャと、ウィズと、インフェルノかな、うん。この辺の3つを排除しちゃって、で、ベビードラゴンを、こう当てていくっていう感じですね。で、クランジョを落としちゃうと。まあ、そこだけちょっと見ましょうか。そこだけね。最初のロイちゃんパッドか、まあ、ちょっと飛ばしながらにして、この辺から行きましょうかね。はい。ライトニング5発、プラスクエイクで、この部分をこう壊していって、で、クランジョに対する防衛を排除してですね。で、バルーンでしっかりとアーチャータワーを壊す。で、そのままベビードラゴンがクランジョにアプローチしていって、クランジョから援軍をすることなくベビードラで壊しちゃうという感じですね。ちなみにこれも、バルーンを2体で壊したのかな。だからベビードラゴンであらかじめ、アーチャートのターゲットを取っておいてからの、バルーン。まあ、こんな小技が効いてるのも、まあ、憎いですね。うまいなって感じです。
い、そんな感じですね。この絵は美味しいですよね。なんかすげえ美味しいこの絵だってクラン城から援軍釣らずにビビドラゴンが倒しちゃうんですよ。ペッ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 って言って、この絵は美味しいね。もう本当にぜひね、あのこんなパターンっていうのを作れる場面があったらね、やってみてもらえたらなというふうに思います。これはもうサムネだな。ちょっとあの今のクラン城を壊す場面はサムネにしようはい、というところでございました。本日はですね、ライトニング5発の付け方、いろんな場面から見ていきました。1つ目っていうのは、壁の中の、クイーンの攻撃は届かないんだけども、相手の防衛はクイーンにダメージが与えられる、まあ、そういう距離感にある地図を壊して、その周りからアーチャークイーン食い引き始めることによって、本来、使わされるはずだったレイジの呪文とかフリーズの呪文、これを節約していくような攻め方っていうのが、ライトニング5発の、ね、食い引きなんちゃら系の戦術やる場合にはおすすめですよっていうのが1個目で、2つ目はフランジョがこういうね外側にある配置で、かつ中に入っている援軍が、陸にしか反応しないようなユニットである場合だから、まあ秘書権限定の話ですよね、これね。こういう場合には、周辺の防衛施設っていうのをライトニングで壊しちゃって、で、むき出しになったクラン城にビビドラゴン割っていけば、美味しくこのクラン城を壊すことができますよというね、まあ、ライトニングの、面白い使い方を紹介させていただきました。よろしければですね、ぜひ、クランの皆さんとかも紹介してほしいなと思いますし、これ参考になったよということであれば、グッドボタン、チャンネル登録もしていただけると本当に嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そして、関西クラクラクラブもですね、TSC コンピューターさんも、それぞれタウンホール13から、メンバーまたまた募集しておりますので、対戦が楽しみたいというね、クラクラ好きな方、ぜひぜひお越しいただけたら本当に嬉しいなというふうに思っております。お待ちしております。では本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。